私は夫と義両親と一緒に二世帯住宅で暮らしていました。まだ建てたばかりの新築で、一階は義両親の部屋で、私たちの部屋は二階になっていました。マイホームに憧れのあった私は、毎日幸せな生活を送っていました。ところが、そんなある日、仕事をクビになった義舞が、次の仕事が見つかるまでの約束で、一階の義両親のところに転がり込んできたのです。義舞は今までアパートで一人暮らしをしていたのですが、仕事がなくなり、家賃も払えなくなったため、義両親に助けを求めてきたそうで、同居することになったのです。仕事がクビになった理由も、遅刻や無断欠勤が多く、何度注意されても治らなかったため、クビになったようでした。正直のところ、突然義舞が転がり込んできたことにいい気はしませんでしたが、義両親が放っておけない気持ちもわかりますし、次の仕事が見つかるまでの短期間ならと思い、我慢することにしました。ところが、一週間ほど経過しても、義舞は仕事を探しているようには見えませんでした。私がパートに行くときなど、ゴロゴロしながらテレビを見ていたり、帰ってきても同じ格好のままテレビを見ていたり、ゲームをしているのでした。私がパートの休みの日などは、一日中部屋にこもっているのでした。夫もそのことに対して、義舞に注意するものの、義母が義舞をかばい甘やかすので、義舞は調子に乗るばかりでした。生活費も義両親が義舞の分を出してくれていたので、追い出すこともできませんでした。それから一ヶ月経っても、義舞は仕事を探している様子もなく、居候の身にもかかわらず、次第に態度も厚かましくなっていったのです。お姉さん、ご飯まだ？お腹空いたんだけど。私、今パートから帰ってきたところなの。今から用意するから、もう少し遅くなるわよ。だったら先にお風呂に入るから、お風呂の準備してくれる？早くしてね。そんな義舞に腹が立ちました。それくらい自分でやってよ。私はそう言って、夕飯の支度を始めました。夫も、はじめは毎日のように義舞に注意していましたが、話の通じない義舞に、最近は諦めモードになっていました。そんな中、義舞のわがままは、さらにエスカレートしていったのです。一階の義両親の部屋は畳部屋だったのですが、フローリングの部屋が欲しいと言い出したのです。私、畳の部屋嫌なんだけど、今までもフローリングだったし、二階に部屋が余ってるよね。その部屋、私に使わせてよ。その部屋は、今後、私たちに子供ができた時のために用意していた子供部屋でした。これには、さすがの夫も大激怒しました。次の仕事が見つかるまでの約束だっただろう。それなのに、二階の部屋を使わせろだなんていい加減にしろ。お前は居候なんだぞ。自分の立場をわきまえろ。これ以上そんな態度を取るようなら、ここから出て行ってもらうぞ。夫が義舞を怒鳴りつけると、間に割って入ってきたのは義母でした。待って、もうすぐ仕事も見つかるから、それまで待ってあげてちょうだい。この子は今、家もお金もないの。かわいそうだから追い出さないで。お願いよ。義母は必死で私たちに懇願してきました。そんな義母にもうんざりしてしまいました。義舞は義母が自分の味方でいてくれるので、調子に乗るばかりでした。今まで夫の妹だからと我慢してきましたが、私ももう我慢の限界でした。家を建てたら子供だって欲しいって思ってたけど、こんな状態じゃ子供なんて無理だと思うの。ストレスがあると妊娠もしづらいって言うし。そうだな。俺も妹にはうんざりしてたし、
何とかしなきゃと思ってたんだ。夫に相談すると、それは夫も同じだったらしく、これからのことを5人で話し合うことになりました。全員が集まり話し合いが始まると、義舞は信じられないことを言ってきたのです。やだ、お姉さん欲求不満なの？私お姉さんに毎日睨まれて八つ当たりされてるし怖いんですけど。夫婦の問題は2人で解決してよね。夫も私も爆発寸前でしたが、今回はしっかり話し合いをしなくてはと思い、なんとか怒りをこらえ、自分たちの思いを伝えました。仕事を探す気がないならここから出ていけ。そんなこと言わないで。追い出すのはかわいそうよ。家族なんだし、みんなで助け合いましょうよ。義母は泣きながら義舞をかばっていましたが、義舞本人は我関せずでスマホをいじってばかりでした。だったら俺たちこの家を出るから。夫の言葉に義両親は唖然としていました。私たちはこのまま解決しないようなら、自分たちがこの家を出ようと相談して決めていたのです。義両親はまだ2世帯も建てたばかりだし、私たちがこの家を出るなんて思ってもみなかったようです。私たちが出て行ってしまうと、家のローンも払えなくなるため、義両親は私たちが出て行くことを必死で阻止してきました。待って、あなたたちが出て行ったらこの家はどうなるのよ。そうだ、俺たちだけじゃこの家のローンだって払えないし、考え直してくれ。もう決めたんだよ。あとはそっちで何とかしてくれ。待て、落ち着いてちゃんと話し合おう。だから、俺たちは何度も言ったし、話し合おうとしなかったのはそっちだろ。俺たちの意見なんて聞こうともしなかったじゃないか。俺たちはここを出ていくから。悪かった。どうか考え直してくれ。こいつのことは何とかするから頼むよ。義父は謝罪してきましたが、義父は日中仕事でいないし、義母だけでは義舞が変わるとも思えなかった私たちは、結局家を出る決意は変わりませんでした。悪いけどもう無理だよ。もうここでの生活にも限界を感じてたんだ。そんな。私たちを見捨てるの？私たちは義母の問いかけには答えず、その日のうちに荷物をまとめ、家を後にしました。数日間はビジネスホテルに泊まっていたのですが、夫の知人に不動産会社を経営している人がおり、訳を話すと手頃な物件を紹介してくれ、私たちはマンションへと引っ越しました。数日後、困り果てた義母から夫の携帯に連絡がありました。ごめんなさい。私たちが悪かったわ。どうか帰ってきてくれない？あの子にもちゃんと仕事をさせるから。お願いよ。あなたたちがいないと私たち困るの。俺たちは何度も言ったよな。母さんがあいつをかばって聞く耳を持たなかったせいだろ。自業自得なんじゃないの？今更あいつが真面目に働くとも思えないし、俺たちはもう関わりたくないんだ。もう電話してこないでくれよ。そう言い放ち、夫は電話を切りました。その後、予想はしていましたが、義両親は家のローンが払えなくなり、家を売りに出すことにしたそうです。利息もついて5000万円は残っていたので、数年後に定年を迎える義父には到底払える金額ではなかったようです。義両親に残ったのは多額のローンだけで、3人は小さな狭いアパートに引っ越しを余儀なくされたそうです。さらに驚くことに、義舞に借金があることが判明したのです。義舞は仕事がクビになる前パチンコにはまっていたらしく、仕事を無断欠勤していた理由もパチンコだったそうです。給料をつぎ込み、給料だけでは足りず、借金をしてまでパチンコをするようになり、その借金が
どんどん膨らんでいったそうです。義舞は泣きながら夫に連絡してきました。お兄ちゃん、助けて。私が悪かったわ。ごめんなさい。お父さんもお母さんにも助けてってお願いしたんだけど、今はそれどころじゃないって言われて、もうお兄ちゃんしかいないの。お前、今まで自分がどんな態度取ってたか分かってるのか？悪いけど、助けるつもりはないよ。そう言い捨て、電話を切りました。義舞は結局、両親からも助けてもらえず、多額の借金返済のため、朝から晩までバイトに追われる毎日を送っているようです。私たちはというと、今はマンション暮らしですが、いつかまたマイホームを購入しようと考えています。これからは夫と一緒に誰にも邪魔されず、幸せな家庭を築いていきたいと思います。